持続可能な企業経営と地域で人が輝くための予算ゼロからできる魅力的な就活イベント系事業をあなたのロムでも開催してみませんか？今回の JCI 金沢会議で開催する就活イベント系事業 SDGs 金沢企業パークとは、社会課題解決に関心がある就活者と SDGs に取り組む企業のマッチングを通じ SDGs を推進することが目的の事業です。ではなぜこの事業が必要なのか。それは SDGs に取り組んでいる企業は就活者にとっても魅力的な取り組みをしていますが、自社の魅力や思いを就活者に伝えられる機会がなく、深刻な人材不足という悩みを抱えているからです。そして一方、就活者は社会課題解決に取り組む企業を探していても、これまでは理想の会社を見つける方法がありませんでした。就活者と SDGs に取り組んでいる企業の両者はお互いを求めているにもかかわらず、これまでは両者をつなげられる手段がありませんでした。そこでこの課題を解決するために開催するのが、予算ゼロからできる魅力的な就活イベント系事業 SDGs 金沢企業パークです。SDGs 金沢企業パークを開催するメリットは3つ。 SDGs を通して企業の魅力や思いが就活者に伝わるということです。 SDGs という共通言語を通じてお互いの魅力や価値観を交わし合うことができるので、企業が理想の人材を見つけられるだけでなく、就活者も地域を出ることなく理想の就職先を見つけられるようになります。価値観に共感した企業に就職することで働きがいが生まれ、離職率の低下にもつながり、地域企業の持続可能性へと発展します。3つ目のメリットは、 SDGs に取り組む企業が増えること。 SDGs は人材不足の解決にも効果的なことが認知されることで、 SDGs を経営に取り入れる企業が増え、 SDGs を推進できます。予算ゼロからできる魅力的な就活イベント系事業 SDGs 金沢企業パークは2月22日土曜日9時から15時。お越しいただいたあなたは参加者限定特典の議案をロムに持ち帰ることができます。実際にあなたの目で見て体験してあなたのロムでも開催してみませんか？詳細は概要欄のリンクからもご覧いただけます。